夜図書ソーシャルディスタンス2020年花わんこの夏休み。月やら火星やら宇宙の星をさまざま偵察していたら、ふと地球が目に留まったのです。よーく見てみると、このカズノという地域が美しい淡雪小町の米粒のごとくキラリと光を放っておりました。ちょいと探索してみようかなと近くを浮遊してみたところ、これがまた黒マテ山が我々の偵察機着陸 OK 光線をビンビン発していたのです。地球人的に言うと、空港の管制塔が示す飛行機発着所的な、夜の滑走路みたいな、あれは確かにロマンチックだよな。わしも30年前はよく当時の彼女と夜の空港を見にドライブデートしたもんだよ。懐かしい、青春の1ページ。ボケハタおじさんがすかさず突っ込み、話がそれそうになる。ボケハタおじさん、意外にも若い頃プレイボーイだったんだな。別の彼らが言った。そしたらその可愛いお嬢さん、タンポコマチちゃんが僕らに近づいてきて話しかけてきたんだ。それで僕らもこのカズノの人たちをもっと知りたいと思って、まあ僕らなりに歓迎したわけなんだけど、前にも話したけれど、どうやら僕たちの歓迎の仕方はカズノの人たちと違うらしいね。僕らはこのリンゴのような桃のような物体にそれぞれ乗って距離を取るのがコミュニケーションなんだ。それぞれのプライバシーを保つ個体なのさ。それでタンポコマチちゃんをたった一人でここに置いたら、寂しいとか言い出して焦げてしまったんだ。僕らはカズノの君たちのように手を取り合ったり肩を寄せたり、2メートル以上近づいて笑ったり話したりするとかえって具合が悪くなるんだよ。また別の彼が言う、壁がないとまるで裸にされたようで不安なんだ。僕らはあらぬ詮索をされそうで耐え難いのさ。花わんこやドスコイ館長らは大変驚いた。彼らクルナ星人たちはカズノの人々と親しくなりたくて交流したくてやってきたのに、その方法がまるでカズノの人々地球人と違うのだ。その後花わんこたちとクルナ星人は2メートル以上距離をとって、ではどうしたらクルナ星人たちとカズノの人たちは友情を深めることができるかについて話し合いが持たれた。その結果、元気になったタンポコマチちゃんの発案により、今後の両者の付き合いは流行のオンラインやリモート、SNS を使ってかなり遠くの距離から交流を始めることに決まった。その距離は1万光年あるのだが、便利な世の中になった。霊言新たかな黒俣山のおかげで距離はだいぶ離れていても、リモートだと時差はわずか10分程度。クルナ星人たちは考え方や風習の違う新しい友人ができたと喜んで自分の星に帰っていった。 ID やメアドをみんなと交換して、お土産買っていきたいんですが何がいいでしょうね。花輪の駅前整備工事に携わる若者たちが引き上げ間際に問いかけてきた。なかなか洒落た髪をしていて都会風。カズノせんべい、きりたんぽ、あんず梅、しそ巻き大根、酒だと花林や十和田ワインがおすすめかな。それはどこで手に入りますか。道の駅や地元の商店にもありますよ。
一仕事終えて何ヶ月ぶりか、ウキウキした様子が見て取れた。ありがとう、ありがとう。今年はいろいろあって、例年のお祭りが中止となり、残念ではあるけれど、でも人とのつながりはいつも通りの数の波が嬉しい。